はい、どうもこんばんは。<laughs> はじ、あのー、めましての方も、それから何度目ましてかになる方も、えっ、ー、と、今日はこのとってもお忙しいであろう時間に、この時間に、あのー、集まってくださいまして、本当にありがとうございます。私はですね、自称、 子供心を忘れないと自称しているんですけども、プレイントレーナーをしています。斎藤正代と言います。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、何か、<laughs> 今回は、今回はですね、大人のハテナにパーフェクトアンサー、幸せアップするエゴとの付き合い方というテーマでセミナーをさせていただきます。はい。私は普段は子供心、忘れない、忘れずにいられない子供心、 を頼りにですね、子供のハテナにパーフェクトアンサーというシリーズで、いろいろと結構身近な、あまり何がどうだということではないんですけど、身近にある、んと思うような疑問をテーマに取り上げて、セミナーを何度かさせていただいているんですけれども、今回はその番外編になります。大人のハテナにパーフェクトアンサーというのを初めてしてみたいと思います。あの、今出ていた予告の タイトル予告タイトルですとか、そのセミナーの案内ページにもですね、欲望と書いて、ね、エゴとルビーを振っていただいたんですけど、特に何か成人向けとかそういうわけがないので、このお子さんと一緒に今日も見ていただいても大丈夫です。はい、ありがとうございます。本当に。あ、それでもしよければ、あの、配信は一方向、こちらからお伝えしてるだけなんですけれども、よければ、あの、随時チャット、 今、皆さん、YouTube で見てくださってるんだと思うんですけど、チャット欄なんかも活用しながら、あ一緒にお話をしているような感じで、セミナーを進めていけたらな、いいなと思っています。はい、それでですね、わざわざそんなお忙しい時間にですよ、<laughs> 今日ここに迷い込んでしまったのか、まあ、もしくは、ああ、これ気になるわと思って来てくださったのか、わ、まあ、からないんですけれども、えっ、ー、と、エゴとの付き合い方。 まずはこの「エゴ」という言葉の定義から一緒に見ていってみたいと思います。「エゴ」との付き合い方。はい。「エゴ」って何でしょうね。なんとなく普段から日常的に使うんですよね。会話なんかででもよく出てくると思います。「エゴ」という言葉 また単語で今ちょっといくつか並べて書いてみたんですけれども、まあ、よくエゴと聞いて思い浮かぶのは、エゴイストあの、ちょっとわがまま。同じような意味になるんですけれども、わがままだったり、自分勝手だとか、自己中心的。もう自分だけが良かったら、自分さえ良ければ他の人はどうでもいい。というような、ちょっと自己中心的な感じ。そんな感じが、 まず最初に浮かぶんじゃないかなと思います。それから、あもちろん自我という意味、自分自身あの、自分の自覚というんですかね、自我という意味のエゴというのももちろんありますし、それから調べてたら、最近はよくエゴサーチ、エゴサーなんという言葉を聞くことも聞いたことありますかね。 はい、自分の評価、自分に対する評価をインターネットとかで調べて、自分自身がどういうふうに人から思われているのかなというのを検索するようなことをエゴサーチというんだそうです。なかなか一般人、一般の暮らしをしているものには関係がないかもしれないんですけど、有名人だったり、人前に何か立つような方だと、ネット上で自分がどういう評価を受けているのか、気になってしし調べることをエゴサーチというんだそうです。 そんな風にも使われますし、それから、親のエゴっていう言葉がね、出てきたんですね。これは私も知ってたわけじゃないんですけど、今回いろいろ調べていると、親のエゴというキーワードがわざわざ一つ独立して上がっていました。これについても後で少し触れられるかなと思います。でまあ、なんとなくこう親のエゴと限定されると、イメージもなんとなーく。 つきますかねはい <laughs>、はい、それから最後に「欲」と漢字一文字で「欲」とだけ書いたんですけれどもいろいろな欲望欲求まあ例えば食べたいとか飲みたいとかそれぐらいなら可愛いいものかもしれないんですけど「休みたい」「二度寝したい」<laughs> あれが欲しい。これも欲しい。それから、本当はやらないといけないんだけど、やりたくない。うん、それから、他にも何かありますかね。あ、皆さんももし、これもでしょう。これも英語でしょう。と思うものがあれば、ぜひぜひ、チャット欄で教えてください。ね、一般的には、そうですね。なんか自分の英語を他人に押し付けるのは良くない。とかね、そんな風にも言ったりするし、それから、これは優しさなのか、それとも単なる英語なのか。 とかいう風にもねがったりあとはそうですねあの人は噂だとなんかエゴの塊だとかいう風に聞いてたけど実際会ってみるといい人だなとか普段から使う言葉ではあるんですけども「エゴ」で「エゴとの付き合い方」ですねそうそう「幸せがアップするようなエゴとの付き合い方」ということでごご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方は ぜひ概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします